やだいくチャンネル。はい、皆さんこんにちは。一般社団法人宮大工養成塾のかなちゃんです。よろしくお願いします。今年はですね、ちょんな始め式もですね、この前ようやく終わりまして、なんとかですね一段落したところなんですけども、まあ昨年はですね、本当にこのニッチなですねチャンネルのですね、この活動ですかねに関しましてですね、多大なるご理解とですねご支援本当にありがとうございます。はい、今年もですね、頑張っていきますので、何卒ですね、よろしくお願いいたします。今年のですね、目標なんですけども、まあ、こうやって画面を通してね、皆さんとこうコミュニケーションを取ってるんですけども、もっとですね、この距離をですね、近くですね、ありたいというふうに今年はですね、思ってるんです。まあ、この、まあ、宮大工のこの YouTube のチャンネルっていうのはですね、まあ、保守的な業界ですので、あまりいいことを言われない方の方がまあ多いんですけども、まあなんとかですね、こうやってやり続けるとですね、いろんなこうご理解というかね、ご支援していただける方も増えてきまして、お客さんからもですね、頑張ってくださいねということで、まあ我々こう工事しますよね。でまあ修復とか新築とかするんですけども、そういったところの現場というかですね、作業状況とかをですね YouTube で撮影して配信してもいいよと。でまあそれをですね、まあお檀家さんとかですね、宇治子さんに見ていただければいいかなって思って、まあ現場に来てもらうのもいいんですけども、やはりねご高齢の方もおられるということで、まあ、そういったこともですね、今年はですね、できるようになってきました。それでですね、まあ建物を修理するときなんかもそうなんですけども、こういったところに注目してますよとか、まあ、こういったところはワンポイントですよとかですね、まあ、そういったところもですねお伝えできればなというふうに、思っております。はい、まあね、まだ我々のチャンネルってね1000名もいってないんですけども、お恥ずかしながら、もっとですね増やしていきたいなって思いはあるんです。はい、まあこんなことしたらいいんじゃないのとかですね、アドバイスですね、ぜひぜひですね、お待ちしておりますので、はい、またいろんなことですね教えていただきまして、で我々もですねこの業界でしか知り得ないようなことをですね、発信していけたらなというふうに思っておりますので、はい、何卒ですね、まあこれに懲りず、よろしくお願いいたします。はい、これからですねあまりこうかしこまるのではなくて、まあちょっとフラッグな感じでね、皆さんとお付き合いできてたなと思っています。というわけでね、なんかねやっぱり硬いって言われるんですよね。はい、まあ、それはねご愛嬌ということで、はい、またですね今後ともよろしくお願いします。今日はですね、今年の、まあ、抱負ですかねでした。はい、ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。